ちゃん。こんにちは。はい、はい、豊さん。はい。今日も3連戦を振り返るの時間です。はいはい。はい。ね。まあこの3連戦終わったら、うん、いよいよ8月ということでね。ねー。まあ夏休みに入り、子供も球場にたくさん来るということでね。本当ですよね。結構ナイターでも子供の姿がちらちら見られますよね。まあこれナイターじゃないとできないよ、デイゲームはね、この暑さじゃ。ねー、子供もね、大変ですよね。ヘロヘロになるよ。来る時ね。ねー。で、暑さマックス。うん。まあこれからもっと過酷になってくるんだろうなと思ってさ。梅雨も明けてね、まあ、そうだね。夏が本当に暑くて困りますけど。まあそうだね。その夏なんですが、はい、夏の甲子園49校決定ということで ね、まあ、今年はなんかいろいろ波乱があって、ドラマでしたね。まあ波乱なのかどうかわからないけども、大阪桐蔭が負けたりだとかさ、うん、まあ、東海大相模がなんかコールドでも負けたりだとか、まあいろいろのね、明徳も出てこないしみたいな ね、初めての決勝に進んだ学校っていうのもよく耳にしましたよね。まあそうだね。はい、で、看板やちーちゃんということで、はい、まあ、今日もよろしくお願いします。はい、はい、セリーグはこのような結果になりました。はい、はい、阪神対広島、これいきなり、首位攻防というか1位2位のチーム。まあそうだね、はい、はい、これは結果阪神が2勝で1引き分けということですね。はい、はい、でヤクルト DeNA は2勝1敗でヤクルトの勝ち越し、はいはい、巨人と中日は巨人の3連勝ということになりました。はい、はい、まず首位攻防戦、まあ、阪神対広島というね、はい、まあ甲子園で行われるんだけども、うん、1戦目村上、青柳、伊藤、はい、ね、広島は野村、森下、大瀬良というね、うん、まあ両チーム負けたくないだろうしね、勝たなきゃいけないという試合なんだけども、まあ、1試合目7対2、はい、阪神でこの試合野村が先発したんだけども、うん、広島の方はね、はい、まあ、今季無失点 だったんだよね、はい、19イニング無失点、まあ、しかしこの試合は4回5安打を集められて、3失点というね、はい、まあ、10連勝していた広島に土をつけたのが村上ということで、はい、まあ、7回5安打2失点という、まあ、非常に安定してたね。で7勝目というね、はい、で打っては、うん、4安打の森下、それとピッチャーの村上、うん、これが2安打、ね、やっぱピッチャーがこうつないで、まあ、近本、中野、森下につないでいくと、うん、やっぱ点になるなっていうような感じがしたよね。はい、で広島はねちょっとミスからやられた小園のエラーから、うん、まあ、3回なんだけどね、はい、その後もあのワンアウト1、2塁からライト前のタイムリーを、まあ、野間が捕面するというね、ホイツ、ホイツするということでね、はい、まあ、ミスが重なって、まあ、負けたという試合だったんだけども、はい、まあ、ちょっと広島に疲れが来てんのかなっていう感じもしたしね、はい、やっぱ10連勝してるし、まあ、そこら辺ではちょっと移動ゲームは厳しかったかなっていうね、疲れがあってね、また外のグラウンドだし、はい、はい、まあ、7対2で、まあ、1戦目を阪神が勝ったというね、はい、試合でした、はい、で2試合目これ引き分けになりました、うん、青柳対森下でね、うん、まあ、青柳に対してこれもう各チームやりだしたことなんだけども、はい、左をずらっと8番まで並べて、うん、まあ、対策を練ってくるんだけどもね、はい、まあ、だけど青柳も少し慣れてきたね、うん、7回4安打 7三振1失点ということで、はい、まあ、頑張りました、うん、ね、で一方森下、はい、6回ワンアウト取ってから右手中指の豆が潰れて交代したんだよね、うん、しかし中継ぎ陣がすごい頑張ったんだよ ね、うん、頑張って引き分けたね、総勢8名のピッチャーですね、この日は。で、つないでいってね、はい、よく本当に森下が2失点しただけで、うん、あとはピタッと抑えたと、うん、まあ、阪神の方も、まあ、昨日7点ということで、まあ、非常に活発かなと思ってたんだけども、うん、まあ、この日は森下とかね、中継ぎ陣に抑えられたという、うん、でこの試合で、まあ、小園の野間の1、2番コンビで5安打、うん、ね、阪神は、ね、佐藤のホームランで、はい、まあ、勝ち越すけども、まあ、中継ぎ陣が、1点取られて、
まあ、延長の末引き分けたというね。もう本当ヒット数も10本ずつ、そうなんだよね、エラー1つずつって、そう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 、数字的には全く同じような感じになりましたけど、まあ、そうだね、はい、ただこの暑い中こういう引き分けっていうのは一番辛いよね。で負けられないしさ、お互い首位攻防だし、まあ、そこら辺のリスクがねどう出るかという3戦目、はい、4対2、うん、阪神というね、はい、これあの同点で1対1で迎えた同点の6回、うん、で近本が先頭で出るんだよね、はい、で中野が見逃しの三振で、うん、何もできずアウトになるんだよ。で近本って言ったら、うん、やっぱり今現在盗塁王でね、うんうん、足を警戒しなきゃいけない、はい、中野が三振したことによって、うん、今度は足を使ってくるんじゃないか、まあ、そういうやっぱりこう広島のバッテリーの中ではそういう頭があったんだろうと思うんだけども、はい、森下への初球、はい、あやっぱりまっすぐから入ってきたと思うのが、外狙った球がシュート回転して真ん中インサイド寄りに入ってきた、うん、で森下がそのストレートをツーランホームランというね、いやこれはねやっぱりよくあることなんだよね。で初球近本が走ってるんじゃないかなっていう想像だけで、うんうん、そういうことになってしまうという、うんうん、ただ想像をかきたてさせる、そうですよね、まあ、近本の足っていうのもすごいんだけど、うん、でもそこをねやっぱ思いっきりいけた森下 あの素晴らしさ、うん、勝負強さ、うん、ここら辺がやっぱこうマッチしてのホームランだったね。なるほど。だから不用意な、うん、後で考えたらなんでだろうっていうのはね、ちょっと大瀬良は悔いが残ったと思うよ、はい、ただね、うん、その後終わらなかったのが、うん、2アウト後佐藤が三塁打、ね、レフトオーバーのねフェンス直撃だったんだけど、はい、その後三塁打にね、うん、ノイジーがピッチャーの頭を越えていくんだけど、うん、ちょっとセカンド寄りのゴロを出すんだけどね、さばききれなかったんだよね、うん、まあこれとあれ取っててもセーフだったかもわかんないけども、うん、まあ、ここの4点目がすごく大きかったのと、うん、8回中村翔征末金の若手の連打、うん、チャンスを作るんだよね、はい、で代打相澤がタイムリー、うん、で1点差にするんだよね、はい、1点を取るんだよ、1点を取るね、はいはい、1点返してね、で小園がね1球で送りバントを決めて、うん、ワンアウト二三塁を作るんだよ、はい、で外野フライでも、うん、まあ、点が入るというね、そういう状況を作りながら、その時に菊池に対して梶谷、うん、秋山に対して島本を一人一人使っていくんだよね、まあ、岡田監督っていうのはそこら辺はやっぱこう切符がいいというかさ、うん、スパースパーっといくよね、もう自分の中でもこう決め事のようになってるんでしょうね。まあそうだね、うん、それでまあ梶谷島本がしのいで、うんうん、まあ、この戦3連戦をものにするというね、はい、で7回7安打2失点の伊藤、はい、でやっぱりねこの暑さの中で、うん、まあ、最後ちょっとバテてピンチは作って後続に任したけどもさ、やっぱこの3連戦をトータル的に考えると、うん、やっぱ阪神のピッチャーっていうのはよく頑張ったね、うん、まあ、広島が勝ってないっていうことではないけども、うん、やっぱり阪神のその先発陣、うん、特にやっぱ大体7回ぐらいを投げてくれてるというね、うん、ことから考えると非常に、うん、頑張ったかなと、うん、で2試合目が延長で、はい、引き分けになってる、はい、でピッチャーもたくさん使ったんで、うん、伊藤にはちょっと無理をさそうと思ってたんだけども、うん、まあでもその期待には応えたかなという7回、うん、いってるわけだからね、はい、うん、だから非常に頑張ったのと、まあ、広島ちょっと初戦ミスからね、うん、ちょっとバランスを崩してガタガタっとなったし、うん、まあ、森下が豆を潰した、うん、この影響が今後出てこないか、うん、まあ、大瀬良が不用意な一球を投げてしまったという、だからちょっと考えると、うん、防げたところがあったかなというね、広島にはね、うん、ちょっともったいない、この3連戦だったかなっていうふうに思います、阪神はね、うん、この3連戦を最後に、うん、長期労働に出るんだよね、はい、うん、あの甲子園を、そうですね、夏の高校野球に明け渡すというね、うん、で岡田監督が言ってたのはこれからドームになると、うん、
涼しいところでできるのはありがたいわって言ってたよ。だからまあ昔は死のロードって、うん、まあ、ドーム球場がない時は非常にそういうことを言われたんだよね。あの移動距離も多くてさ、うん、で移動手段も今ほど便利ではなくて、うん、だけど今はもう外に出たらドームばっかりだしさ、うん、ドームが多いし、うん、で本拠地に戻るっつっても甲子園じゃなくて京セラに戻るから、うん、やっぱドームなんだよね、うん、だからそういうところでできるから練習やるにしても何やるにしても少し体を休ませることができるかなって言ってたね。暑さをね気にしないでいいということですね。はい、はい、そうだね、はい、はい、ということでした。はい、はい、続きましてヤクルト対 DeNA、ね、ヤクルトサイスニード、うん、小川小沢、はい、DeNA、はい、東大貫石田、はい、ね、試合目5対4、うん、ね、DeNA、6回に代打逆転スリーラン、うん、ね、誰だと思いますか。青木です。もうあれですよね、頭部のデッドボールで心配されてましたから、まあ栗林にね、うん、当てられたんだけどもさ、うん、まあ頭部の支給がありながら東をね、から打つと、まあ左ピッチャーの方が嫌なんだよね、頭に当たった時って、うんうんうん、まあだけどその踏み込んでって、うん、逆転のスリーランを打つというね、なんかね、あ、見事だなと思ってたのが、うん、ただ8回牧のタイムリーで同点にして、うん、今度は代打大和が決勝タイムリー、 すごい、もうね、何球粘りましたか、まあ、そうだね。でレフトの先頭に落とすというさ、このしぶとさがすごいよね。で大和、うん、まあ、勝負強い勝負強いって言われてるんだけども、はい、得点圏打率4割6分7厘、30打数14安打というね、うん、まあ非常に、なんか代打の出来不出来で、勝敗が決まるというかさ、なんかそんな試合でもあったんだけども、うん、まあここが、まあ、その時ヤクルトね、ここがマスクをかぶり、うん、プロ入り初ホームランで先制、うん、ね、まあ、3回に宮崎がツーランホームランで逆転するんだけども、はい、まあ塩見が戻ってくるわ、青木が先得点するわというね、うん、まあ、ひっちゃかめっちゃかの、まあ、ひっちゃかめっちゃかでもないけどさ盛りだくさんの盛りだくさんの試合だったんだけどもね、はい、まあ塩見が戻ってきて、まあ、ちょっと負けちゃったんだけども、うん、でも今後大きいだろうなっていうふうに思うのと、うん、まあ、青木がやっぱ先得点ね、自分でホームランで決めたという、まあ、おめでとうございました。おめでとうございます、ね、東がね、膝にがっくり置いて、うん、青木のホームランの時、まあ、あれが印象的だったけども、うん、まあ、絶好調の東からね、青木がスリーラン、すごく印象に残った試合だったけども、はい、試合は大和の勝負強さで、まあ、DeNA が勝ったというね、うん、まあ、そういう試合でした。はい、はい、2試合目、うん、5対3、ヤクルト、うん、まあ、小川がね、ランナーを出しながらね、やっぱりしぶといね、うん、しぶといしぶといで、うん、まあ安定してたというかさ、まあ小川の投げ方って落ち着いててバタバタしないからさ、うんうん、すごく安定感を感じるんだけどもさ、はい、まあ、7回8安打2失点というね、うん、で小川も昨日青木に続いて、まあ記念があるんだよね、記録が1500回投球回を達成したということでね、はい、うん、おめでとうございました。素晴らしい、おめでとうございます、はい、でこの試合塩見の先制ホームラン、はい、村上が4回にソロホームランと8回にタイムリーということでね、うん、まあ、DeNA の方は6回牧の同点ホームランも6、7、8回と失点を重ねて、うん、負けるという、ね、まあ、あと1本が出ないというね、ちょっとジリジリするような、まあそういう試合だったよね、 DeNA の方はね、1点ずつね点入れられていくと、またちょっともうね、1点ずつ ね疲れがね、増してくるんだよね、守ってると、まあそういう1点の取られた方だったんだけども、はい、まあだけどやっぱり塩見が戻ってくるとね、うん、勢いが出てくるね、チームにね、まあそれはすごく感じた試合でした。はい、はい、3戦目、はい、7対4ヤクルト、はい、塩見が先制打を含む3安打、うん、ね、この日、5番に入った浜田も3安打2打点というね、はい、まあ、村上が1点差に迫られた8回伊勢からソロホームラン、うん、
続く浜田がフェンス直撃の二塁打、うん、また行ったかなと思う、連発かなと思ったんだけど、ね、うん、で続くオスナがタイムリーというね、うん、まあ、一気に2点を取って勝負を決めたんだけども、はい、8回にね、うん、小沢やっぱね安定してるわ小沢君いや先発に入ってからね、はい、大体ゲームを壊さないというかさ、うんうん、まあ、ゲームをしっかり作るという、まあ、5回4安打4失点という、うん、まあ、ことなんだけども、はい、まあ、5回まではピッチリいったんだよね、うん、これ6回に入った途端にちょっと四球絡みでやられるんだけどもさ、はい、まあ、4失点をまあしちゃったというね、うん、で石田4回4失点とゲームを作れないというね、うん、うん、まあただ小沢の後8回に木澤が投げたんだよね、はい、まあその前にも投げてるんだけどさ、うん、まあ、8回に木澤が上がって、うん、牧と佐野を見逃し三振、まっすぐとカットで、うん、この三振を取られたことによって、まあ、8回の裏に点には点、うん、村上が取るんだけどもさ、はい、村上とオスナでね、うん、まあ、だけど抑えられ方を見るとああこれで勝負が決まっちゃったかなっていうようなね、感じがしたね。木澤はナイスピッチングだったね本当にね、はい、なんか今季一番だったんじゃないかなって思わせるぐらいのピッチングを見せてくれました。で DeNA は6安打、まあ、相手のミスでね6回3点を取るものの、まあ、ちょっと打線がちょっと苦しいかなという感じがするね、まあ、この日宮崎がねスタメンから外れてるし、まあ、そういう意味ではちょっと破壊力という面では少し小粒かなっていうような感じはしたよね。なるほど。まあ、それと、まあ、初回にね、うん、桑原が出るんだけども、はい、いきなり盗塁を仕掛けて、うん、まあ、アウトになったというね、うん、まあ、ここら辺もやっぱ点が取れないから走ってなんとか送って手にしようとか、うん、まあ、いろいろ考えてるんだろうけども、はい、まあ、走らすことは悪くはないんだけどもね、うん、ヤクルトのその中村の送球もちょっと短かったんだけども、うん、まあ、長岡がうまくそのボールをすくってタッチに持っていったというね、うん、だから非常にちょっともったいないランナーを殺してしまったかなという感じがするよね。うん、それでねヤクルトがねちょっとね、うん、見てると乗ってきた。お、やっぱね塩見がね入ることによって、うん、なんかねあの子はやっぱチームに勢いをつけるね。雰囲気が変わるんですよね。変わる変わる、うんうん、だから塩見がこう元気だっていうことは、うん、これチームが乗ってくるなっていうことを感じさせてくれた。なるほど。だから今までこう苦しんでたヤクルトではないなっていうふうな、ん、まあ、感じがするね。はい、はい、うん、ということで、はい、次は巨人対中日、うん、巨人井上山崎メンデスで、中日は涌井、高橋、柳、はい、はい、で1試合目、うん、11対5、巨人、はい、ね、まあね、この試合はねもう復帰するって言われてた、うん、まあ、坂本、丸、ブリンソン、うん、この3人の活躍が半端なかった。なるほど。で坂本3安打3打点、うん、丸3安打2打点、うん、ブリンソン出てくるかなと思ったら代打で出てきてホームランという、うん、もうやりたい放題やったというねで岡本が、はい、やっぱこの3人が戻ってきて楽になったのかね、うん、まあ逆転のスリーランを初回に放つんだよ、はい、これやっぱりみんなが戻ってきて少し楽になったね。うん、うん、やっぱ大きいですよね、うん、そのやっぱね頼れるね、うん、兄貴たちが帰ってきたって言ったらね、うん、やっぱ自分もこう心が少し軽くなるよね、うん、で中日の方は細川の先制ホームランとか、はい、まあ、11安打で5点も取るけども、はい、やっぱお祭りムードに圧倒されたね。なるほど。やっぱ坂本丸ブリンソン、うん、やっぱこう球場は沸くよ、うん、まあそういうことで俺の時に戻んなくてもいいのにって涌井は思ったと思うんだけどでもこれでやっぱりある程度ベストメンバーがジャイアンツを組め出したかなっていうような、まあ感じはしたよね。なるほど。だから1試合目はもう圧倒してました。はい。ただ井上が4回しか投げれないんだよね。でまた4回の途中で変えられて、うん、あれだけ大量点をもらってるのに勝ちきれないというね、うん、まあ、せっかくチャンスをもらってんだからさ、ちょっとものにしてほしいなという不満は
残ったゲームだったね。なるほど、はい、はい。で2試合目は6対3、はい。この日も丸が2安打2打点、まあ、初回と5回にタイムリーというね、うん、でやっぱこうずっとね吉川がやっぱいいんだよね。お守備でも打つ方でも、うん、まあまあ、2回にタイムリーを打ってくれるというね、うんうんうん、まあ、非常に貢献度の高い、うん、プレーを最近してるよね、うん、吉川も。で山崎より6回山崎、ね、山崎より6回3分の2、はい、6安打3失点8勝目、はい、で7月に入り4戦4勝、防御率 1.91、うん、まあ、月間 MVP じゃないかって、まあ、言われだしたというね、はい。で高橋宏斗、はい、7敗目、2回までに4失点、うん、ゲームを作れない。あんなピッチャーがやっぱこうゲーム作れんかなと思うぐらい、うん、なんかこう制球に難が出てきてるね、うん、だからここら辺はやっぱこうちょっと修正しないとさ、うん、やっぱ中日は高橋が勝たないとちょっと苦しいよね。ねえ、ちょっとね、はい、7敗目っていうのはちょっとびっくり、ね、びっくりでしょ、あんな球持ってて ね、うん、ね。でこの試合秋広が途中交代、うん、守備もちょっとダメだし、うん、バントも失敗ということで、まあちょっとこう変えられたという、まあ、いうことなんだけども、それまでずっと使い続けてきてんのにさ、うん、変えられたというね。さあ3戦目どうなる、はい、で3戦目は4対0、うん、巨人ということでね、うん、まあ同点で迎えた、まあ0-0でずっと7回まで来てたんだけども、はい、同点で迎えた8回裏、うん、坂本の四球、やっぱね坂本おじさん、あのね坂本おじさん豊さんですね。そうだね、やっぱね貫禄があるわ、うん、やっぱフォアボールを取れる、うん、でねやっぱ警戒するんだよね相手、うん、ホームランも打てるしツーベースも打れるんじゃないかとか、そういう警戒のもとでの先頭打者フォアボール、うん、で梶谷が見事に送りバントだよ、うん、で岡本が申告で一二塁になるんだよね、ワンアウト一二塁、はい。でねこの時セカンドランナー、まあ、坂本を重信に変えてるんだよ、うん、で一二塁になってから申告敬遠してから一塁になって、宇佐美が向こうのピッチャー、うん、はい、あピッチャーじゃないキャッチャー ね、はい、ちょっと弾くんだよ、はい、ワンバウンドをね、うん、サード側に、はい、それを見た重信が、うん、躊躇なくサードに突っ込んでいくんだよね、うん、で二三塁を作るんだよ、はい、これね言うけどもこうやってキャッチャーが止めるでしょ、うん、三塁側に弾いたボールって、うん、やっぱサードベースが近いから、うん、セカンドランナーって行きにくいんだよ。そう思いますよね。そう思うでしょ。一塁側だったら躊躇なく行けるんだよ、うんうん、だけどやっぱ弾いた距離感を見て重信が抜群のスタート切ったよ、うん、これはねものでももう本当大ファインプレーだよ。なるほど、うん、それでねやっぱね1、2塁よりは2、3塁の方が断然打ちやすいんだよね、うん、それを作ってくれた重信、うん、でバッターは秋広、うん、で昨日懲罰交代みたいなことされた、はい、ね、ここで打たなきゃっていう、うん、で続くフォークボールを拾ってタイムリーヒットを打つんだけども、うん、この拾い方がうまいんだよね。手が長いしそれに持ってるバットがついてるからものすごく拾うんだよ、うん、まあナイス打点だよね。で均衡を破ったんだよね、はい、でまあその後も攻撃を続け、うん、まあ門脇がタイムリーツーベースで一挙4点取るんだよね、はい、で勝負を決めたという。長かったですよね、まあ、得点入るのが長かった、長かった本当にね、うん、ただメンデスも非常にね良かったし安定した投球もしてたし、はい、まあ、柳がちょっとかわいそうだったな、うん、柳の時に、まあ、援護点がまたなくなってきたぞっていうことを感じたし、うん、でまあこの3連戦、まあ、なんといっても3人が帰ってきたのがでかいわ、ああ、はい、坂本丸ね、ブリンソン、うん、で秋広うんね、ちょっと心配した昨日ちょっと交代させられて、うん、で今日チャンスが回ってきてね、うん、そこで代打行くのかなと思ったらまあ行かないわな、秋広に任すわなだけどそこの期待に応えるという ね、まあ、秋広と門脇、うん、この若手が打ったっていうのはやっぱこのおじさん3人が帰ってきたっていうさなんかこう勇気づけもあったのかなっていうようなね、まあそんな試合だったよねこの3連戦、ね、だからこの3連戦見るとやっぱジャイアンツベスト組むと
ちょっといかんぞみたいな、強いぞ強いぞみたいな、そんな感じがした。はい、そういう3連戦でした。はい、で楓も状態はいいし、まだまだわからない、ね、良くなってきてるよ、ヤクルト、はい、本当にジャイアンツ、うん、でジャイアンツと中日やったけども、中日もね決して悪くはないんだよ、うんうんうん、ね、打て出してるんだよ、うんうん、でピッチャーはもともといいわけだから、うんうん、だから次のカード、うん、阪神とやるんだけども、はい、これはなんか面白い一戦になりそうな感じがするんだよね。なるほど、巨人はヤクルトですね。巨人はヤクルト、うん、まあいいもの同士だよね。はい、広島 DeNA ですね。ちょっとお互い疲れ気味のチームが当たるけどもね。あ、まあそういう感じで、はい、まあ甲斐もね、甲斐のチーム、甲斐のチームって言ったらなんか失礼なぐらい状態良くなってきてるんだけども、ね、今現在も順位がついてるので、そういうふうに言わせてもらいましたけど、そうだね。だけどヤクルト、ジャイアンツ、中日、うん、まあ、中日は3連敗しちゃったけども ね、状態は悪くないということで、はい、まあ、今後も見逃せないということでした。はい、巨人も4位ですけど、はい、3位まで 0.5 ゲーム差まで本当だね、詰め合ってますので、これ DeNA 頑張らないとちょっとモチベーション落ちちゃうよ、落ちるとね、踏ん張るところですね、うん、頑張れ頑張れ、はい、はい、ということでした。はい、はい、パリーグです。はい、パリーグはこのような結果になりました。はい、はい、ソフトバンクとロッテはロッテが2勝1敗の勝ち越し、はい、日本ハム、オリックスはオリックスの2勝1敗の勝ち越し、はい、楽天と西武は楽天が2勝1敗の勝ち越し、はい、全部2勝1敗でしたね。そうだね、はい、はい、まずはソフトバンク対ロッテ、うん、ね、ソフトバンク東山、大関、和田、うん、ね、ロッテは種市、カスティーヨ、小島、はい、ね、1試合目8対5、うん、ロッテ、はい、ね、ロッテが初回に一気に5点、うん、まあ、見事だわ。でこれね、東山もね決して悪くはないんだよ、はい、コースには行ったんだけど若干高いかなっていうぐらいで、うん、それをねロッテ打線がね打ち損じしないんだよね。で見事打者8人に8人で6安打、うん、5点を取るというね、うん、で4回には試合を決めるスリーランホームランを角中が打つ、うん、これ24日にも、またかね、月曜日だったんだけども、うん、同じカードでね、はい、ソフトバンク戦、うん、サヨナラツーランを打たれてんだよね。ね、ありましたね。あったよね、この間ですよね。そうそう、同じカードで打たれたんだけどね、うん、まあ、これ1点差に詰め寄られたとこだっただけに、このスリーランがやっぱ勝負を決めたなっていうような感じでしたね、うん、でね、やっぱこう投げてば、うん、種市もあんまり良くなかったんだよね、はい、ただ6回、はい、2番手として上がった横山が、うん、これ三者凡退を取ってくれるんだよね、うん、でこれで流れがねピタッとこう止まるんだよ、うん、でそれまで種市は初回こそ三者凡退で抑えたんだけどもさ、はい、その後もランナーずーっと出してんだよね、うん、もういつ引く返されるかっていうような展開だったんだけど、うん、この横山がピシッと3人で抑えたというのは、うん、まあ、ソフトバンクの流れを止めるためには非常に大きなね、働きをしたなっていう。なるほど、これね変則でね、うん、4から投げるんだけど、はい、150キロ越すんだよね。すごいですよね、うん、これがね2番手としては投げたんだけど、はい、佐々木と同期、お同学年、うん、ね、21歳そう、はい、もうこれは刺激を受けてるよ。まもなく8月5日後誕生日のようですね、ねえ、うん、だけどそういうね流れを止めたその横山の働きっていうのも忘れちゃいけないなっていうね、うん、まあ、試合だったね、うん、ただソフトバンクの東山が、うん、初回に5点取られるなんか誰も思ってないからね、ねえ、うん、だからちょっと初回からこう誤算がたくさんあったかなっていうような感じでしたよね。結局7失点ということになってしまったんですね。はい、うん、はい、ということで2試合目、はい、ね、4対1、うん、ロッテ、はい、ね、和田の先制ホームラン、うん、和田って誰だみたいなブロッテの和田よ、足のスペシャリストの、ね、1回ね、うん、ホームランかっていうのはちょっと前に記憶に残ってますけど、そうそうそう、だけどまあプロ入り初ホームランということでね、はい、3回にはソロホームラン、はい、4回には石川慎吾、うん、ね、巨人から移籍した、うん、が、ソロホームラン、ね、ね、6回には山口が2点タイムリーツーベースということで、う
ね、確実に点を取っていくんだけども今ちょっとかがいました。ね、どうしたのかと思った、はい、確実に点を取っていくというね、うん、ただそのソフトバンクはこれチャンスがなかったわけじゃなくて、うん、初回に3連打でノーアウト満塁を作るんだよね。でここでさ 1,2 点でも取っとけばさこういう展開にはならなかったと思うんだけども、うん、まあ柳田三振、うん、柳町がゲッツーということで、うん、まあ、得点できなかったのがちょっと最後まで響いちゃったかなという試合だったね。なるほど。で大関が8回8安打、はい、4失点、はい、これ6敗目なんだけどさ、はい、これ体調不良から復帰して5試合白星なしということで、うん、なんかそのちょっとあれですかね、リズムが崩れてしまっているとか、まあそうかもわからんね、うん、ただまあ失点もしてるんだけどもさ、うん、援護にも恵まれてないことは確かなんだよね。だからもう少しこう援護してあげないと、うん、で大関っていうのはやっぱソフトバンクの中で、うん、やっぱ勝ちゲームにしてあげなきゃいけない投手の一人だからね、うん、だからもう少し頑張らなきゃいかんなっていうような感じがします、はい、でこの試合で栗原が4回、はい、これ左膝を痛めて途中交代してんだよね、はい、でこれ手術した後らしいんだよ、はい、箇所らしいんだよね、うんうんうん、だからちょっと長期離脱は嫌だなと思ってね、やっぱこれから追っていかなきゃいけないからさ、うん、ちょっと心配なニュースが入ってました。そうですね、はいはい、で3戦目、うん、6対5ソフトバンク、はい、ね、さよなら、ね、まあ、両軍14人投手が、うん、延長11回でね、はいはい、で7人ずつ投げるんだよ、うん、はい、ね、うん、ソフトバンクもロッテもね、うんうん、もう総力戦、はい、まあ、その中で周東が、まあ、さよならヒットというね、うん、まあ全員で勝った勝利かなというふうに思うけども、はい、これ鷹の祭典の最終戦、うん、9戦目8連敗してたんだよね鷹の祭典、うん、でやっと勝ててみんなとお客さんとファンと喜べたというね、うん、まあ良かったなって思うけど、これはまあ鷹の祭典だって言ってお祭りだって言ってて9連敗したらシャレにならなかったよね。良かったです最後勝てて。まあそうだね。ただねその中で、はい、やっぱ藤本監督が、うん、あやったなと思ったのが、はい、オスナをやっぱ替えまたぎさせたんだよね、うん、で2イニング投げさせたのよ、うん、それでゼロで抑えたんだけど、うん、やっぱり、ね、オスナって一番安定してるピッチャーだし、うん、やっぱこうそうやって使った方が俺もいいと思ってたんだけど、うん、やっぱ藤本監督がここ2イニング生かしたね、これがねやっぱ勝負を呼び込むことになったのかなというね、うん、系統ってやっぱりさ難しくて、うん、1イニングは絶対抑えるだろうじゃなくてこれだけ使えばさ1イニング誰か崩れるんじゃないかっていう不安がある中で、うん、まあ、オスナを2イニング行かせたっていうのは、うん、すごくヒットだったなっていうふうに思うんだよね、うん、よかったなと思って、うん、はい、それで近藤がこの試合、はい、7回に守備で途中で膝を抑えてんだよね。大丈夫かって、うん、ちょっとね足を引きずりながら、まあ、自力では歩いてたんだけど、はい、ちょっと痛そうだったんだよね。で昨日栗原に続いて、うん、近藤軽傷だとは監督が言ってんだけど、うん、これ1日経って軽傷じゃなかったらどうするんだろうかなと思って、ね、これはもう病院行かないでちょっと様子を見るっていうことなんだけども、うん、うん、大丈夫かなと思ってさ、軽症でもね多少影響は出そうですよね、そういう、まあまあそうだね、だからまあ栗原がダメ近藤がダメって言ったらちょっとここで追っていかなきゃいけないのに、うん、ちょっとまた苦しくなるよね。ねえ、はい、はい、ただソフトバンクはちょっと粘りが出てきててね、うん、でこれリードされるけども今宮にが5回にツーランホームラン、7回には甲斐がソロホームラン、まあ、8回には柳田が同点タイムリーというね、はい、だからこう、まあ、レギュラー陣が本当に頑張ってるし、うん、ちょっと粘りが出てきてるなっていうような感じがする3戦目でした、はい、ただ勝敗とすれば負け越したということだけどね、うん、はい、ね、まあでも鷹の祭典最後にね勝ってよかったと思います、うん、はい、はい、続いて、日本ハム対オリックス、うん、ね、噂は伊藤、ひろみ、ポンセ、はい、で、オリックスは山下、うん、山崎、うん、東、はい、ね、1試合目、はい、4対0日本ハム、うんうん、
これね、まあ、山下俊平太の噂は投げ合いなんだけども、はい、1回裏、ね、日本ハムの攻撃西満塁を作ってから、うん、山下がバランスを崩すんだ、あの足引っかかっちゃって、そうですね、それで一応投げたんだよね、一応届きもしましたね、そう、はい、ただ止まってんだよね、ここで投げようとして止まって慌てて押し出すように投げちゃったんだけどまあこれは審判の裁定なんだけどもね、いや今のはもう一瞬止まって慌てて投げただけだからもうボークということで先制点を取られる、うん、なかなかねあまり見ない光景でしたけど、まあそうだね、うん、まあ痛い失点の仕方だったんだけども、ね、うん、まあ4回にはね磯畑が 1-2-3 塁、はい、高めに浮いたフォークを、まあ、タイムリー2点タイムリーというね、うん、ことで山下を苦しめました、はい、で噂は8回6安打5三振、まあ、無失点という好投、うん、でねこの日はね噂はねカーブを多投するんだよね、うん、でカーブをあの小玉っていうのはあんまり使わないんだけども、うん、この日はさ伏見と組んでるよね、うん、やっぱ相手のバッターを知ってか知らないか、うん、カーブを勝負球に使う多く使ったんだよ、うん、だからそのために5三振しか取ってないようち4つがカーブで取ってんだよね、うん、だから目先を変えたっていうのは素晴らしいなと思ってさ、うんうん、あもうナイスピッチングだったね、うん、はい、そしてこの試合山下が自己最短 KO、うん、ワースト4失点、ね、3回3分の2で、うん、まあ、マウンドを降りるというワースト4失点だよ、ワースト7、8点じゃないんだから、ね、ワーストって言われてて4点だから、うん、まあ、すごいピッチャーだよね、ここまで投げてきてるのに ね、ちょっとこの日はあれですかね、フォアボールが3つ、デッドボール1つ、そうだね、ちょっと制球が乱れてたということと、そのボークのね、まあ、ボークのこともあるし、うん、あとはね、やっぱり変化球が高めに浮いてたね、まあ、磯畑に打たれたのもそうだし、うんうん、その前に伏見がカーブを打ったんだけど、うん、まあ、サードを弾いて、うん、まあ、ショートゴロになってアウトにはなって打点は稼いだんだけどさ、はい、まあ、あのカーブだってちょっと高いよなって思った、うん、ちょっと87球というのも少しちょっと多かったな、ね、はい、まあ制球がちょっと悪かったね、うんうん、ワースト4失点、はい、ワーストだよ、ワースト4失点で降板ということでね、はい、はい、まあ負けました、はい、で次、うん、4対3オリックス、はい、山本、うん、宮城、うん、山下俊平太で3連敗、うん、こんなことあるんだね、ね、山本、宮城、山下は誰か勝つやろうと思うけどこの3人で3連敗を、うん、の流れを受けて、はい、山崎幸也、ね、はい、勝ちました、はい、ね、5回6安打3失点、うん、まあ、自責は2なんだけどさ、うんうん、まあ、8勝目ということで、はい、ね、2回若月、3回には野口の押し出しで追加点を取る、ね、で4点などを取って、うん、まあ、この日伊藤がね、3回4失点とゲームを作れないというかさ、うんうん、序盤立ち上がりにポンポンと取られて、はい、まあ、その後やらないんだけどもさ、うん、なんかちょっとゲームを作れなかったなというね、うん、まあ、そんな感じでした、はい、で9回、うん、ね、5回にソロホームランを打ってる清宮に、うん、ワンアウト満塁という1点差でだよ、うんうん、ワンアウト満塁という絶好のチャンスが来るんだよ、はい、ね、うん、5回にはソロホームラン打ってる、うん、あ、これも最低でも同点になったわと、うん、で平野も必死だったんだよ、なんか調子が悪くてさ、うん、打たれて、はい、で満塁作っちゃって、うん、でワンアウト満塁、うん、ね、清宮、はい、あれ向こうにはソロホームラン打ってるぞみたいなこれはもう絶対絶命だと思うんだろうけども、そうは、うん、やっぱり同郷が座ってんだね平野がねで、まあ、セカンドゴロでダブルプレー、はい、まあ、試合終了という、うん、いやもったいないね、日本はもうそこまで来てるんだけどさ、まあ、なかなかね、うん、そこを突破できないな、また1点差っていう悔しいゲームになってしまうんですかね、ガイアフレーでもな同点なのになと思うんだけどね、うんうん、まあでもこうやって日本ハムをどん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 追い詰めていくよね、相手はね、まあ、勝ちはしないけどやっぱりいやらしいチームにはなってるなって、うん、はい、はい、で3試合目、うん、9対2、オリックス、はい、ね、まあ、20安打 9点と快勝、本当に、ね、それを引っ張ったのが誰か、うん、誰かわかりますか、誰でしょうか、
初の一番に入った杉本、おい杉本一番かよみたいな、なんかこの間の中日のビシエド選手もそれに匹敵するような感じだけど、ね、ビシエドとは違ったのは杉本が先頭打者ホームランというね、やっぱりねいきなりパンチの効いたバッターがやっぱり一番に入ってくるとやっぱ違うんだよね。いつぞやのホームラン王ですからね。まあそうだね。そこで一番にいると嫌ですね。嫌だよ。で6回には紅林、はい、ソロホームラン、うん、7回には若月がソロホームランというね、はい、で東は5回に失点今季初勝利というね、はい、まあ、ナイスピッチングだったんだけども、うん、まあこの試合でこの3連戦で、うん、まあオリックスの方はやっぱこう山本宮城山下俊平太の流れを、うん、嫌な流れを山崎が止めたっていうのは、まあ、連勝につながったかなって思うのと、うん、ただこのカードを見てるとね、はい、清宮万波、うん、本当に頑張ったなと思うね。うん、まあ、ホームランも打つし、万波が4打数4安打とかね、うん、もう本当にチームをこう引っ張ろうとしてるし、うん、ただねこの失点の仕方っていうのがエラーがやっぱ絡んだりとかもしてるんだよね、うん、ちょっともったいないなと思ってね。なるほど、まあ、一時期良くなってきてたんだけども、そうですよね、うん、だけどちょっともったいないね、うん、この失点の仕方がね。はい、はい、ということで、はい、最後、うん、楽天対西武、はいね、楽天、うん、岸、唐島、則本で西武、平、今井、隅田、うんね、1試合目、はい、5対1、うん、楽天これね、4回にね、源田がね、うん、まあ最初の当たりはヒットになったんだよね、強襲ヒットだと思うんだけど、うん、俺は源田の中ではやっぱこうエラーかなって、なるほど、まあ、自分では多分思ってるはずなんだよね。で続く打球もまた源田がエラーするんだよ、うん、そのエラーから一気に5点を取られるという、うん、まあ、取られ方が悪いのはランナーを、そういうランナーを貯めてフランコに初球、うん、ホームランを打たれるというスリーランね、うん、でやっぱその動揺からかランナーを貯めて村林がタイムリーツーベース2打点を挙げられるというね、うん、で平良5回5失点も自責は2というね、うん、まあ、ちょっとエラーが響いちゃったかなっていうふうな思う試合でした。はい、で岸が7回5安打無失点という好投、うん、ね、でこの試合で5回にちょっと走塁妨害があったんだよね。はい、栗山がセカンドランナー、うん、まあ、一塁ランナー、まあ、一、二塁でね、で殿崎かな、殿崎が多分レフト前に打つんだけども、うん、やっぱね長打を避けて外野手が後ろの方に下がってんだよ。うん、でツーアウトからでね、栗山がもう回ろうとした時に、うん、三塁手とぶつかって走塁妨害を、はい、取るんだけども、はい、だけどサードに置いたまま満塁で試合再開なんだよ。うん、いやいやレフトなんかチャージもしてきてないし、うん、1点諦めてる守備もしてるし、で栗山がサードベースに着いた時にはまだレフトはボールは取ってないんだよ、うんうん、ということはサードコーチは完全に回してんだよね、うん、でも当たってるから走れない、スピードも落ちちゃって、うん、あれは1点やってランナーを進めといて1点を取ってその後の攻撃の方が俺は正解だったと思うんだよね。で満塁になってツーアウト満塁になって、うん、で次のバッターがピッチャーゴロで終わっちゃったんだけどさ、うん、やっぱり1点を取ることによってやっぱせき止められた水が流れるような感じになっちゃうんだよね、うん、だからそこら辺の1点というのはちょっと大きかったなとは思う、うんうん、もうこれは審判の判断、そうなんですね、ということになるんですかね、うん、松井和夫も監督は怒ってたけどね。そうですよね、和夫監督、うんうん、ね、あんなのレフトもチャージしてないのになんで止めるんだみたいなね言ってんだろうみたいな、うん、もうね当然俺もそう思いました。はい、はい、ということで2試合目、うん、3対1、うん、西武、まあ、やっぱり今井は力あるな、うん、7回4安打無失点、うん、まあ楽天を得意としてて、はい、21年から負けてないんだよね。で守りもね、3回に小深田スクイズするんだけど、うん、グラブトスで鮮やかにホームでアウトにするというね、うん、そういうことも冴えてたし、まあ、この日今井、チェンジアップをね多く投げて、はい、相手の目先を変える、うん、まあ、今井って言ったらやっぱ速いまっすぐだったんだけども、
だからここら辺はちょっと目先を変えて、うん、まあ制球が悪かったら変えたって言ってたんだけど、はい、あのチェンジアップをねちょっと多めに投げて目先を変えて、うん、打者に絞らせないようにしたという。うん、で5回山野辺タイムリー、はい、牧野の撃破で、点を取っていくんだよね。うん、で6回は相手のタイムリーで3点を取るというね。うん、だからまあピッチャーがいいとこういう試合を作れるよね、西武はね。なるほど。お見事でしたというね、はい、まあ、試合だったんだけどもね、はい、はい、まあ、3対1今井が勝ったというね。はい、で最後、うん、5対4楽天、はい、まあ、楽天がサヨナラ勝ちね、延長10回ですね。そう、村林が決めました。はい、ね、村林6打数1安打、うん、そのサヨナラの1本だけという、うん、ね、だから打者はいいよね。本当つくづく思うわ、ピッチャーで一球で泣いちゃうんだよ。ね、終わっちゃうんだけどもさ、うん、まあ、野手なんかその前5打席凡打してても、うん、6打席目に1安打あの打ってサヨナラ打てば大ヒーローになれるんだもん。本当にね、そういう象徴のような試合でしたけど、ね、はい、で隅田はね、はい、やっぱりね 3回3分の17安打4失点というね、うん、今日はちょっとゲームをこう作れなかったね。うん、ただそのこの暑い最中、はい、3回3分の1で交代ってなると、うん、まあつなぐには早い KO だし、やっぱこれはあの負担かかるからね、うん、中継ぎ陣に。それじゃなくてもやっぱ疲れる夏に来てるわけだからね、うん、だからちょっと頑張らないとなっていうね、うん、でゲームあの先に隅田が失点をしていくんだけども、まああの8回、はい、栗山が押し出し、昼間が2点タイムリーとね、うん、気を吐いて、まあ一時期1回は同点にするんだけどもさ、まあだけど10回に村林に打たれるという、うん、ね、まあ則本7回3分の1、9安打、3四球、4失点というね、はい、まあ、則本にしては3四球、これが痛かったかなっていうような感じがするよね。なるほど、はい、はい、まあそういう3連戦でした。はい、で、全チーム縮まらないゲーム差、うん、爆発力が欲しいなみたいな、はい、ね、これなんか対戦カードの上のチームが全部勝ってんだよね、そのね、対戦の中でですよね。そうそう、だからね、縮もしないし開きもしないというさ。そうなんです。1位から6位まではね、3ゲーム、4ゲーム、4ゲーム、3.5 ゲーム、3ゲームっていう、そうだね、ちょっと結構均等にそうだ、ね、ゲーム差が開いてますけど、うん、だからその大型連敗はあったにしても、うん、大型連勝がないというね。うん、だからここに来てやっぱこう爆発力を持ったチームがやっぱりこう上に行くかなっていうような感じがするんだよね。こういう状況だからこそそういうチームがあるとチャンスというところですかね。だからね、この8月に入って、うん、まあこれから入っていくけども、うん、やっぱ先発ピッチャーが何イニング投げれるか、うん、これはすごく大きいのと、でね、守り、はい、守りをしっかり守ってやって余計な負担をピッチャーにかけないチームが、うん、やっぱ上位に来るよ。うん、だからそういう意味ではジャイアンツの守りってね、すごく良くなってるんだよね。うん、うん、だからジャイアンツは来るだろうし、まあ、ヤクルトも来ると思うね。なるほど、うん、チームの雰囲気がチームで変わるというね。うん、うん、だからソフトバンクはちょっともうちょっとこう頑張っていかなきゃいけないし、まあ守りだよね。なるほど、うん、やっぱ先発ピッチャーが長く投げれるか、うん、でしっかり守れるか、うん、まあ、これに8月はかかってると思います。はい、ね、はい、頑張ってください。はい。